チャンネル登録者が1万人を突破することができました。本当にありがとうございます。まあ、ちなみになんでマイクラなのかというとですね、まあ、2000人を突破した時に、まあ、動画を撮りましてありがとうございますみたいな出したんですけども、その時にねこう、まあ、マイクラだったので、まあ、同じような感じで撮ってみようかなということで2年ぶりにですね、パソコン版の2年ぶりに、立ち上げてみました。なんかパスワードとかあって全然わからなかったんですけども、なんとか入ることができました。で、まあ今回ですね、まあ、何をこうこの動画で伝えたいかというとですね、まあ、8月にですね6000人ほど増えました。まあ、嬉しいことに一気にですね4000人、7月の終わりの時点で3500回は4000ぐらいだったはずなんですよ。それなんですが一気に増えまして、びっくり、本当にびっくりしてますと同時にですね本当にありがとうございます。でこの動画ですね、ちょっと簡単な僕の、自己紹介、そしてですね、まあ、1万人になったんで何しようかなと思ったんですけども、過去のね自分の動画をちょっとこう、僕自分の動画って、まあ、編集はしますけども恥ずかしいで見ないんですよ。ほぼ見ないんですけども、まあ、今回この動画でねちょっと過去を振り返るわけじゃないですけども、見てみて、あ、この時はこうだったんだって、あの時こうだったんだっていうね裏話じゃないですけども、ツッコミ入れながらですね、皆さんと振り返っていけたらいいなと思ってますので、興味のないそこのあなたもですね、ぜひ最後まで一緒に見てほしいなと思いますんで、よろしくお願いします。で、まあ、簡単な自己紹介と言いますとですね、青いゲームっていう、まあ、ちょっと変わった名前だと思うんですね。僕もともと葵のゲーム実況っていうのでこのチャンネルを始めました。まあ、始めたんですけども、あのね、実況者の方とかに葵って方結構多いんですよ。まあ、ニコニコ動画の方にもいたと思うんですけども、まあ、ツイッターだ、まあ、ツイキャスだって いろいろ今はやってるかわからないんですけども結構いまして、まあ、自分の名前を検索しても出てこないということがありまして、その頃はですね、もちろんこう有名な実況者に、ゲーム実況者になりたいなっていうのもありました、あったんで、まあ、ちょっとやっぱこう差別化じゃないですけども、ちょっと少しこうしとかないとですね、分かりづらいなと思って、まあ、葵だったんで、まあ、そこにちょっとゲームをつけて、まあ、葵ゲームという、まあ、単純なまあそれしかない。いや、なんでかっていうと、もっと変えてもよかったんですけど、今までね、普通に葵ですって言ったのに、どうもこんにちは、小林ですとか言われても誰ってなるじゃないですか。ねえ、どうも山田ですとか言われても、ちょっと思ったんで、やっぱ葵を残しつつオリジナリティを出したくて、で、あんまいないっていうと考えた結果、葵ちゃんとか葵くんとかいるんで、やっぱりちょっとね、こう、山下さんとかよりも、よりも、まあ、ゲームってつけた方が、まあ、他にいないかなということで、まあ、ですね、そういう名前をつけさせてもらいました。あとですね、皆さん言ってないんですけども、僕このゲーム実況3年ぐらい前からやってるんですよ。3年ぐらい前、2014年で多分8月ぐらいから始めて、こう見ても結構長くは一応やってるんで、まあ、最近の人はねちょっとわからないと思いますけども、で、あのよく僕動画喋ってたら結構こう変な違うこと喋り出したりとか結構するじゃないですか。で、よく笑ったりとか、最近見た人ってなんかちょっとよくわからなかったりする人いらっしゃるかもしれないですけども、過去の動画見てもらってわかると思いますけども、プレイスタイルはほぼ変わっておりません。もうずっと多分最初の頃はちょっと違ったと思いますけども、途中ぐらいからもう2年ぐらい前からほぼですね、このステップ、あのプレイスタイルで頑張ってきて最近ちょっと増えたっていうだけなので、もうこれからもこのプレイスタイルは変わりませんし、変えるつもりもございませんので、まあね、生温かい目で見てもらえると嬉しいかなと思います。ということで、まあここら辺が自己紹介がですね、もうここら辺で終わったということで、ここからですね、自分の過去の作品をちょっと見て、あんまり僕見ないんで恥ずかしいんで見ないんですけども、あ、この時こうだったわーだったわみたいなことを、皆さんと一緒に、見ていきたいなと思いますので、少々お待ちください。はい、ということで、ここからですね、自分のチャンネルをですね、見ていきたいなと思います。で、まあ、自分のチャンネル、自分ので、ね、ログインしてですね、YouTube チャンネル見るとですね、常日頃、YouTube で何見てるかちょっとバレてしまうので、葵さんってこんなとこ見てんだってちょっと恥ずかしいんでね。なので、ちょっとですね、まあ、新しくチャンネル1個作りまして、ですね、まあちょっとこう、見ていきたいなと思います。で、まあ、葵ゲームって入れたらですね、もうこんな出るんだね。こんなね、ここに9900出てるってけど、まあ中入っていくと、まあ1万何本になってるっていう、こんな感じで。あー、FF14 だね、やってたね。まあ、あとちょっと動画見ますけども。まあやっぱドラクエがやっぱちょっと多いね、こうやって見るとね。
あ、FF11 やってた。そういえば。これもね、あれなんですよ。これやってる最中にね、あの、芸人さんですかとかずっと言われて、よくわからん。なんでかよくわかんないけど。あー、でも、モンハンもありますね。あ、テラリアもやってたね。やってたね、そういえばね。やってた。あー、GTA やってたけどね、再生数全然いかなかったしね。下手くそだから、あんまやんないから、ゼルダやりましたね。こんな感じで。まあ、んで、ちょっとね、自分の作品をちょっと見ていこうかなと、まだチャンネル入ってみましょう。さあこんな感じ、こんなんでこうやって見ることないからね。青いゲームです。ということで今回はですね、じゃあまずは記念すべき一番最初だね、これだね。お、かっこいい。なんだろう、あの、こっち行きましょう。どんな感じか。こんにちは、青いのゲーム実況です。今回はね、現在無料試し期間中の新生 FF14 をプレイしていきたいと思います。他にもいろいろゲーム実況とかしようと思うので、チャンネル登録とかグッドクリックよろしくお願いします。高青年じゃね。これいつだ、これいつだ。お、すげえ、9万回ってる。あ、これ多分一番最初です。これが8月の17だったので、多分これが一番最初ゲーム実況やった時の始め。わあ、ちょうど3年前ですか。え、15、16、17かですね。3年前、8月の、あ、そうか、8月僕3周年だったんですね。あ、ありますね。こんなありますね。まあ、前からね、興味はあったんですけど。ありましたね。いるそうなので、まあ、レベル上げて。ああ。多分、レベル上げないといけないのかな、ちょっとわからない。結構これなんか気に入ってた。これなんだっけな。いけるようになったんだ。なんか目標を立てたんですよね。わからないんですけど、まあ、これも行きます。ちょっと見てみたいんで。で最後はあの、ね、沢城さんのキャラですね。はい、俺結構これなんか気に入ってたキャラなんで。これに会うまでやめませんみたいな。みゆきちなんで、そこのキャラにあって動いてるところまでちょっと見てみようかなと思って。だから3年前から沢城みゆき好きだったんですよ。俺、沢城みゆきさんが大好きだった。そうなんですよ、好きだったんです。みゆきちが大好きだったんです、3年前からね。いやー、実に高青年。まあ、なんかいつの間にかこんなに、なんでこんなになってしまったんだろう。はい、あ、浮いてる浮いてる。前回の続きからやっていきましょう。丁寧に喋ってるね。初のガチャで星4のみゆが来たってタイトルに入れて、私コメント欄にですね、見る前に題名でガチャの結果が分かったから見るかなかでしょうね。でしょうね。そうですね。だってタイトルでネタバレしてるのに見に来ねえよね。で、でも1000再生ぐらい。これ出たばっかの時なのかな、白猫。じゃあこれちょっと見てわかると思うんですけど。ね、見たよね、さっき。これね、来ました来ましたね、これね。ベータ版を僕見たことがあるんですよ、これ。構えなくてもいいので、まあ、ね、名前言いますけど、ガチーモさんって方がいらっしゃるんですよ。めちゃくちゃ上手い人。ここがその人のベータ版を見て、自然にボタンを押したら敵にエイムっていうかピントが合うと思ってたんですよ、この時僕ね。で買ったんですよ、セットで5万ぐらいかけて買ったわけですよね。要はプレステ4、まあ、ディスティニーセットっていうのがあって、そしたらですね、やってみたらですね、自分で合わせなきゃいけないんですよ。でなんでかというと、ガチイモさんがエイム力がめちゃくちゃ高くて、俺が勝手にあの自動でシュンって合うんだなって思ってたんですよ。だからこれ撮ってる時に、あれ全然ちゃうやんって。え、なんでって。だから頭の中で、あれ設定変えなきゃダメなのかなとかずっと思いながらこれやってるんですよ。で結果そんな設定ねえよっていう。どうして物陰に隠れるのか。そうなんですよ、ゲームって。ガチイモさんのベータテストのやつを見ちゃって勝手に勘違いするっていうね。で結局買ったという。まあでも面白かったですけどね。まあ、あの面白いやりたかったんですけど、ちょっと酔っちゃうんで、まあ、結果、まあ、結構最後の辺までやりましたけど、玉がこれね、多分酔い止め飲みながらやってました。四角ボタンで、これ結構ホラー要素がちょっとあるというか。よしはい、パンチ。もうノリと勢いだけ。怖いから、内心ビビりながらやってるから、本当は怖くて、これやったことないし、敵が襲ってくるだけだから、俺ホラーゲームもやらないから。弾がないのかも。この実況続けられんのかよとか思ってやったと思う。えらいね。レイガン。ちょっと待って。あ、もう行けた。おレーガン言ってんだけど、これ何年前これ。これ渾身のギャグじゃないですか。それかもう本当にビビってえ、ひねり出しがちょっと分かんないですけど。よけとったでこれ。ちょー、危ない、レーガン。だった。あ、避けられてる。何回避けんだあいつ。半端ないな回避能力。面白いね、危ない。よし、ジャンプ取って。どんなもんじゃーい。どんなもんじゃーい。ちょっと待って、ちょっと待って、あれ、何年前これ。
亀田光輝って3年前え、3年前の亀田光輝ってそんなにみんなどんなもんじゃい言ってたのかな。だってこいつどんなもんじゃい。いいね、いいね。これ多分夜中の3時ぐらい撮ってるはずなの。俺この頃多分遅くに撮ったから。いいね、これなんかこうバイトしてその帰ってきてから撮ったから。たまに気づか。よし。よっしゃ。オッケー。面白いね。危ない。よし、ジャンプで。どんなもんじゃい。どんなもんじゃい。ちょっと待って。こんだけ頑張って再生数340。コスパ悪い。こんなに全身全霊で頑張ってるのに。いいね。342回よ。できた。よーっしゃ。よーっしゃ。夜中3時ぐらいですよ。だから迷惑にならないように渾身のガッツポー。何年前よ。あ、でもこれ5000、あ、モンハンは結構再生数ね、いってるんだね。ディスティニーなんてさ、300よ、奥さん。強かったね、頑張ったね。モンハンもほんと初めてだったから、動画を撮って、練習じゃなくて動画を撮り始めて一緒だったから、よしよしよし、うん、やっぱ下手くそだとかね、やっぱ死ねみたいなもやっぱ言われたこともありますからね。やっぱこれそれでもな、モンハン自体が面白くなってきたから、まあ続けて、やっぱ苦手な分野でもやっぱ続けてるとやっぱちょっと上手くなるよね。これね、ちょっとこれ怪しくね。いや、この頃からこういうこと始めたのね。おー、これか。これ、あの中学生だったらもうこれで十分なんじゃねえかな。あ、俺これ中学生だったらこれで十分ネタも、ということでこの頃から使わりました。こんな感じのキャラでな、どうせ多分映らないと思うの。そんな多分そんな顔とか交換おかしいですよ。あ、俺中学生ネタこの感じで早速。どんな感じだよ。どんな感じだよ。ツッコミも一緒変わってね。ギルドスタイル、ツッコミも変わってね。これなんかね、コメントもらったね、なんかスタイル変えれるって言ったね。まさかのシンクロだと、なんか見ようかな。ストライキ、もうお尻でいいよ、お尻よ、もう。俺この頃からお尻好きなんだね。あ、頑張れ、頑張って、お前待て、あ、追いかけて、追いかけて、急いで、HS しちゃ、倒して、おいさ、なかなかこう、倒せんの？あ、来た、来た、はよ、終わった、初めて倒したね。15年ってことは、15年の、いやー、12月7日ね、うわー、なるほど。上どうなんの？よーし、来た、来た、来た。あー、いい、全部ちゃんとやってんだね。シャガルマガラさん、無事。あ、これラスボスだね。することができました。集会所やってなかったんじゃないかな。の動画が多分これで終わると思います。終わりパート33ですか。あー、頑張ったね。さあさあ、ということでちょっと懐かしくなっちった。まあこんな感じでですね、まあ3年間やってきましたんですけど、まあまあ興味がある方は、まあ、暇な時にでもまあぜひ見てくださいということで。これからですね、まあ1万人いったので、まあ、いつか2万人とかですね、いけたらいいなと。まさか本当に1万人なんて行くとは思って、なんか途中でも、あ、もう無理だななんて思ってたりとかしたこともありましたし、まさか1ヶ月でねこんなに状況が変わるとは、思ってなかったんですけども、まあこれをこのままのキャラで、このままの感じで多分続けていくと思いますので、よろしければですね、これからも応援していただけると、嬉しいので、今後ともよろしくお願いします。ということで、この動画はこれで終わりたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。バイバイ。